朝鮮ウグイスは、鳥類スズメメウグイス科の一種である。以前は、独立した種とはせず、ウグイスエイチ大本、または、マシュウグイスエッチカンチュリアンズのア種とする説が、有力だった。しかし、分子系統によりそれらとの類縁性は否定され、独立した種とされた。英語名マンチュリアン・ブッシュ・オーブラーは、元は、満州ウグイスの種名で、朝鮮ウグイスを特に表す場合は、 コリアンブッシュオーブラーという名も使われたが、現在は、朝鮮ウグイスの名が、マンチュリアンブッシュオーブラーとされている。中国東北部、南東シベリア、朝鮮半島で繁殖し、冬には、台湾や北フィリピンに渡り越冬する。なお、繁殖域として中国中部、東部と越冬域として中国南部、南東部等を加えてあげる文献は、おそらく、 満州ウグイスと区別せず扱っている。日本では数少ない冬鳥として、西表島、与那国島で少数が越冬する。春秋の渡りの時期に日本海側の当初での記録もある。全長17センチメートル。ウグイスと似ているが、一回り大型である。頭部から背、尾にかけては赤みのある肺褐色で、額から頭頂は赤褐色である。 目上部の眉藩は単色で太い。下眼線は褐色。くちばしや足は、ウグイスと比べて太くがっちりしている。繁殖期以外は、明るい森林や、ヤブ島に生息する。地鳴きは、ジジ、ビビ。さえずりは、ウグイスと似るが、声に張りがない。系統樹は、アルストルームエトールより。朝鮮ウグイスは、かつてウグイスや、満州ウグイスなどとともに。 ホライツ族に分類されていたが、それらと共に一度セチア族に統合された後、ホールニーズ族として再分離された。以前は、満州ウグイスエッチカンチュリアンズの亜種とするか、あるいはウグイスエイチ大本を抗議に捉え、満州ウグイスも、朝鮮ウグイスもその亜種とする説が有力だった。しかし、分子系統により、朝鮮ウグイスは、 ウグイスやマンシウグイスから系統的に離れていることが判明し独立した種とされた。一方、マンシウグイスはウグイスの一夜種 H 大本簡単図の系統内にあり、ウグイスに含められた。朝鮮ウグイスウグイスフィリピンウグイス H 聖望みは単系統をなす。この三種間の系統関係は不確実だが低い角度で朝鮮ウグイスと フィリピンウグイスが近い可能性が高い。満州ウグイスは日本では稀に観察され、朝鮮ウグイスより体の上面の色が濃い。ありがとうございます。